どうも皆さんこんにちは。カメラでクイックプレート、これなんていうんですかね、言い方わかんないですけど、いろんな会社の企画出てますよね。アルカスイスとか、あとベルボンとか。一番メジャーなのがマンフロットのこのタイプ。マンフロットでも何種類かありますよね。で、今日はですね、マンフロットのこのタイプ、実はマウントをマンフロットに切り替えようと思ったんですよ。今まで、あるマウント使ってまして、すっごいマイナーで、まあ、それはちょっと言いたくないんですけど、まあ、いろいろ事情がありまして使ってます。あまり人にお話ししたくないマイナーな。いや、というのも実はそのマウントを集めてまして、市場にないんですよね。欲しい商品がなかなか出回らなくって、まあ、この動画を参考にしてそのマウント集める人いないでしょうけど、あんまり影響を与えたくないんでちょっと名前は言えないんですけど、マイナーな企画のマウントを使ってます。で、今回はですね、こちら切り替えようと思ったんですけどダメだったっていう話です。ただマンフロットの企画自体はいいんですよ。ですが、このマンフロット互換のシュープレート、プレート出てると思うんですけど、これの精度がねダメ。まずこれで言ったら塗装なんだろうな、塗装のクオリティが非常に低い。なのでもう今見てもらったと思うんですけど、こことかポロポロ落ちる塗装が、ポロポロ落ちる。で、ここの塗装も簡単に剥がれる。で、何が困るかって、まあ、ゴミが出るのもちょっと鬱陶しいんですけど、あとここだな、ここもなんか締めるときになんか削れる塗装が、あ、だからもうここだよな。締めた時もなんか締めた時にここを引っかいて、まあ、塗装が剥がれるとか、手触りが良くない、この塗装を剥がす手触りが良くないとか、あとは合成これくらいだったらいいんですけどね。あと夜中の長時間露光するとかでもないですし、気にならないんですけど、そこまで別にここの合成はそこまでそのかっちりすることを求めてない、アルカスイスとかみたいなのは求めてないんですけど、気になるな。安いけど、すっごい安いんですよねこれね。セットでいくらで買ったかな。本当に安いんですよ。気になるのはやっぱしここが削れてく、簡単に、塗装が弱いで、塗装がなくなっちゃうもんだから、要はガタができる。塗装がお互い剥がれてって、その分ガタができてっていう、もともとそんながっちりでもないものがそこまでガタガタってわけじゃないんだけどな。で、ちなみにここの機構はマンフロットも一緒なのかな。マンフロットあんまり全然触ってなかったんでわかんないですけど、まあ倒すと引っかかって外れないよ。これを戻すと、わかりました、倒すと出てくる。倒すとっていうか回すと、でまた元にするとなくなるから開くっていう機構ですね。まあ、せめてゴミが出なければよかったかなっていう。閉めるときにゴミは出るし、ここね、止めるときにゴミは出るし、ここの閉めたときにこう塗装が剥がれる感覚が嫌です。塗装なしで出してくればよかったのにっていうことですよ。以上です。